やあ、切ない圭介だよ。よっしゃ、グシャアリア。ちゃうちゃうちゃう。グシャアリアちゃうわ、これ。やり直す。やあ、切ない圭介だよ。今のも忘れてくださいね。面白い件、ちょっと、もう、オンエアするけど、忘れてくださいね。よっしゃ、ベルが倒れた状態で面白い話を見つけた件、あれじゃ。こいつに、この本を持っていくの状態か。マシ、こんな本を見つめてはない。見つけた。読んであげる。アンジェのお話読み聞かせコーナーが終わったところなんこれ。読み聞かせる習慣はないんやな。これは、もしかして、この村の。ダメかしら。いや、合格だ。約束のプレッツェルをやるよ。プレッツェル5個を手に入れた。やったー。よっしゃ、この5個を全部交換しよう。アンジー優しい。アンジー優しいな。俺の意図に反してさ、プレッツェルを渡さなきゃって言ってくれよんじゃ。優しいな、お前。わ、ごめん。俺が間違っとったわ。渡しに行くわ。ほら、ベル、お前。プレッツェル5個手に入れてきたぞ。どうした、お前。あ、なんで僕はあんなこと言っちゃったんだろうって、滑ったことを思い出して今ちょっと考えとるところか。ベル。あ、アンジェ。いや、滑ったかもしれんけどさ、この滑った経験を生かして次の逆に、もう全力を込めなさい。ネタ勢としての俺からのアドバイス。はい、これ。これはしょっぱいもの。どうしたアンジェ、しょっぱいものって言うた瞬間なんでこんなに頬をあからめとんだら、ちょっと恥ずかしがっとん。バレンタインチョコを渡す女の子のごとく本命チョコみたいです。アンジェ、ありがとう。なんか元気が出てきたよ。そう、それならよかったわよ。よっしゃベル、次は滑らずに頑張れよ。はい、じゃあこれアンジェの分。え、私は別にいいわよ。ベルが一人で全部食べなさいな。二重指で食べるから美味しいんだよ。しょうがないわね。そこまで言うなら4個もらうわ。俺の反応を見過ごしたかのように半分って言葉入れてきとる。分かったよ、分かったよ。俺はてっきりさ、そこまで言うなら仕方ないわねでさ、ほとんど持っていくんかーいってボケしたかったのにな。それを否定するかのごとく半分って言葉入れてくるからね。やられた。そういえば昔にもこんなことあったわね。アンジェ、アンジェ、どうしたの。これ直の出店で買ってきた。なーにこれ。プレッツェル、甘しょっぱくて美味しいよ。僕、これ大好きなんだ。だから、はい、半分こ。私がもらっちゃったら、ベルの分が減っちゃうけど、いいの？いいのさ。二人で食べるから、美味しいんだよ。しょうがないもんね。そこまで言うなら、私とシンシアで食べるわ。え？それはないよ。アンジェ、それはないよって展開にならないよね、さすがに。ね、美味しいだろ。うん。おいしい。ベル、どうもありがとう。ベル、お前昔のことを思い出してさ、笑うのはやめて。でも今の僕はかっこいいでしょ。さあ視聴者さん、今のベルをかっこいいと思う人はかっこいいってコメントしてね。多分一つもない、一つも来ないと思うけど。はい、空気悪くなった。ああ、昔に戻りたいな。それは何か、昔のベルをかっこよかったのになって言いたいのか。そんなに今の僕がかっこよくないのか。そんな顔してる。僕は昔になんか戻りたくない。もっと早く大人になりたいよ。そして、そう、ベルはそうなのね。そんなに早くパチンコ店に入りたいのね。違うよアンジェ。君みたいにギャンブルは興味ないよ。腐
クソ茶番です。ちょっとここまでしてさ、このゲームの雰囲気ぶち壊すんじゃないかって、このゲーム、この実況、このゲームの作者から見たらさ、何してんすかってなるんじゃない。大丈夫かな。そうちょっと日々思いながらやってます。ベル、具合は大丈夫？うん、もう大丈夫だよ。でもあんなことを言っておいて自分が倒れるなんて、僕ってかっこ悪いかな。うん、そうね。そんなの気にしなくていいわよ。もともとベルにかっこよさなんか求めてないんだから。それちょっとさ、男、相手の男を傷つく言葉だと思うぞ俺。な、また何かあったら言ってね。え、僕ってかっこいい用意じゃないのみたいな顔でもするけど、アンジって言葉はきついくせになんだかんだで優しいよね。昔からずっと。え？うん、なんでもないよ。そう、これはもしかしてベルの好感度また上がったか。よっしゃ、コインが欲しいんだ。なんか変なのおる、なんか変なのおるぞ。なんじゃこいつら、なんなんこれ、猿みたいなのがおる。ここは日光猿軍団の本拠地じゃないぞお前。バラの花だ、手をつなごうよ。ボケ全部読ませろ。なんで書いてあったんだ、半分以上読めんかった。知らんよ。いきなり言われてもさ、俺医者じゃないから、アンジェは医者じゃないから、病気の子は誰って言われてもさ、正直この雰囲気はもう精神病にかかったような感覚やもん。大丈夫なんかな。で、病気になるのは誰って、病気になったっていう話があったけど、こういうことだったん？アンジェとベルが病気になったとかじゃなくてさ、病気のやつが出てくるって意味だったんかな。あと妖精で3匹おらんようになった、ギャンブルのやつ以外おらんようになったけど、なんなんその前にこいつら、なんなん、大変だ大変だ、マシューが病気になった。マシューなんこれ。悪霊が、悪霊か、悪霊がマシューを病気にした。あなたたちその格好どうしたの。これは病気から身を守るための道具。私たちの中に一人だけ悪霊が潜んでるんです。あ、だから4匹なんだ。あ、妖精がこう3匹に変えられて、あとこれプラス悪霊みたいな感じで4匹か。ギャンブルしようやつ、よう無事でおったな。ギャンブルしてるやつは嫌だみたいな感じで悪霊が思ったんや。なんでやろ。その悪霊がマジを病気にしてしまったんだ。悪霊？悪霊って私ではなくてよ。いや、お前ゾンビやろ。もう幽霊キャラからゾンビキャラになったのかな、俺の中では。私は大好きなアンジのためにいるか弱い幽霊ですもの。な、さすが嫁だ。ベニータルトのように真っ暗な方のアンジェ。なぜ突っ込めばいいんだい今のことは。アンジュ様、お願いです、悪霊をやっつけてくださいって言われても、クロモじゃ誰が誰だかわからないわね。つまりこの4匹の中から悪霊はどれだっていうクイズか。僕たち妖精は正直だけど、悪霊はきっと嘘をつく。だから一人だけいる嘘つきが悪霊だよ。あ、矛盾を探す系のやつなんだ。よくある定番の。アンジェ、アンジェ様、よろしくお願いします。わかりました、僕の IQ は182だよ。目を張りました。違います。要するにさ、あのこの4匹からさ話を聞いて、その中から判断するパターンのやつやけど、俺ギャンブルしたいのにな。コインどこで手に入れてくればいいんだ。コインが欲しいよ。もうこいつらはどうでもいいけど、コインが欲しいよ。ベル、コイン持ってるならよこせ。コイン持ってるならよこせ。持ってない。しょうがない、コインが見つからんからにはギャンブルできんし。悪霊は隣のどっちかだよ。おお、いきなり殺すの選択肢出てきたけど、まだだよ、まだ一人しか話聞いてないから。こっちはその隣さん、右隣の子は嘘を言ってるよ。
右隣っていうのはこいつから見て右隣やっけん、こいつのことだろ、嘘ついてるみたいな、嘘ついてる人。正面の子は悪霊じゃない。僕は悪霊じゃない。ああ。隣のどっちかだよは多分本当じゃないかな。本当だったらこっちのやつも本当って思えてくるもん。うん、つながる。じゃあこの二人を本当だと仮定して、こっちがどうしたらこれが悪霊になってしまうんか。これが悪霊で嘘ついとるとしたら、嘘を言ってるよってんが嘘になって、嘘を言ってないよってことになる。まあこれが本当だとしたら、嘘を言ってないよ。正面、あ、つながる。こいつが、こいつが言ってることだけ嘘だったら、他の三人は本当でも、辻褄が合うんじゃ。多分こいつが、そうやな。行くぜ！貴様が悪霊だ！どっちだこれ今の反応どっちだわからん。わからんと。だって、妖精がこういう叫び方してもおかしくない気がするけどな。今のどっちだったんやバラの花だ。手をつなごうよ。ポケットに 花束をさして。ハクション、ハクション、みんな、転ぼう。どっちだよやったー、取った。よかったー、今の悪霊の叫び声か、よかったー。ちょっとじらしてきやがって、怖かったやないか、お前。悪霊を退治した。よっしゃー。IQ182.5 を証明できたぞ。アンジュ様、ありがとうございます。気分が良くなった。これ、俺のチーズだよ。チーズだー。これ交換のやつじゃ。よっしゃー。でもコインの方が欲しいんやけどな、俺は。クリア。よかった。病気解決できたってことになるんかな。はぁ、なんだか疲れたわ。お腹もすいかし、ほじて、すい、えん。なんですいたし、どうしたお前。あ、アンジェ、アンジェ、食料を持ってきたよ。お前、ようわかったな。腹が減っとるよ。ようわかったな、お前。アンジェのこと何でもお見通しか、お前。怖いぞ、ちょっと。まあ、お腹が空いてきたところなのよ。それじゃあ食事にしましょう。若干今怖かったね食事ですか。え、何よお前。今日も食事の時間が来てしまうんだね。え、さあパーティーの始まりだ。ん、そうか、こいつこいつの中から誰か加えるってことか、それいつもそれあるんじゃこれ確かに残酷やなパーティー開くたびに妖精を一つ食べていくんやこの雰囲気はさ、ちょっと伸び伸びしとるような感じなのに。旅に出るあの子、いただきまーす。体の中へ旅に出る、ハッハオ。これを見せられて俺はどう反応すればいいんだろう。病気になった木曜日、何もかもが変わり始めた日、ただ一人味方になってくれたのは彼だったはずなのに。お願いアンジェ、聞いて、何々には救い。何なんだろう今の。なんかバッドエンドの方に入ってしまいましたみたいな感じの。何、はあ、なんだか疲れちゃった。私もう寝るわね。そうや、俺は頭を働かせてな。悪霊退治の時に頭を働かせたけんな。もう疲れて疲れてなあ。ベル、お前は寝とっただけやけん、そうでもないだろ。めっちゃ疲れてそうな顔してるわ。まああれか全て精神的なショックはあったけんか。ベル、どうしたの。ちょっと疲れて。ねえベル、今日も倒れてたし、何か無理してるんでしょう。同じことは気にしなくていいから、ベルはゆっくりしてなさいよ。食事だって少しくらいなら抜いても平気だし。違う。え、なんでもない。アンジェには全く関係ないことだし、別に無理してもしてないから大丈夫だよ。今日はちょっと寝不足で倒れてただけだし、気
昨日も一昨日もよく眠れなくて、いつ出られるのかわからなくて不安だったから仕方ないだろ。疲れてるのもそれが理由だよ。だいたいこんなところに取り込められて使えない方が おかしいぐらいなんだ。ベルいきなり上手になり始めたけど大丈夫か。確かにそうね。それならよかったわ。おお、なんかベルいきなり性格変わったか。お前大丈夫かな。よっしゃ、とりあえずもうここで心配しとってもしょうがないけん、ここで終わります。というわけで仕上げ。あ、それよりベル、本当にお前コイン持ってない。持ってるならちょっとよこせ。持ってるならよこせ、よこせ、よこ。アンジェはもうそろそろギャンブルをしないとな。発狂して気が狂いそうになるからね。いい加減コインを見つけ出してポーカーをしないとね。ちょっと今後のアンジェはやばいかもしれないからね。アンジェを助けるためにもベル、どうにかコインを持ってきてくれないかね。